はい、こんばんは、かなりイエローです。ドアフォートレスやっていきましょう。え、季節はアーリーオータム。え、現在人口が52名になってますね。まあ、要塞全体あまり変化はないですが、人口少し増えました。はい、前回から少し牧場を、あの、放牧ゾーンを増やしています。うん、ちょっとね、血が汚いですが、こんな感じで2面になっています。このゲームはリムワールドとは違って、 この柵がなくても家畜は帰えるんですけど、まあ、気分の問題で作っていますね。今何匹いるかなわかんないな。もうこれがずっと牛でしょまあ、たまに違うやつが入ってはいますが、ほぼ牛ですね。うん、牧場こんな感じです。そして、あの前回の鳥対策として、今ここにトラップをついています。ケージトラップですね。 まだね、鳥が上空にいますんでね。そして今回もう一つ変わったことがあって。えっ、ー、と、こちらですね。まあ、さっきからずっとアラートは出ていますが、これ見えるかなうん、スナッチャーというわけで、なんと、うちの要塞に何かが子供をさらいにやってきた。うん、これはまずいですね。でもどうやら犯人がトラップを踏んだらしいですね。 うん、あそこに入ってますね。うん、これは一体何ださあ、今、番犬が見張っていますが。はい、なんと、ゴブリンシーフが捕まってますね。いや、こいつバカだな。うわ、これは、289歳のゴブリン。メス。いや、初ゴブリンですね。やばいね。そっか、ゴブリンが子供をさらいに来るのか。 いや、でもこれ一瞬でしたね。アラートが鳴って、で見たらもう捕まっていた。うん、特に武装はしてないかな。えっと、今わかんないですけど、このアイテムを剥ぐこともできるらしいです。さあ、こいつはどうしようかな。さすがに逃がすわけにはいかないからね。で今考えているのがえ、こちら軍隊の訓練像があるんですけど、そう、すぐに殺さず、ここにぶち込んで、 うちの軍隊の、なんていうか、訓練相手かなうん、そうになってもらいましょう。よし、そしたら、じゃあ、まずは、わあ、これ、靴下誰だ脱ぎっぱなしじゃん。ええー、と、そっか。まずは、じゃあ、あのケージを持ってくる必要があるね。ええー、と、これは、ストックパイルかな違うかなうん、まあ、真ん中に置いて、じゃあ、カスタムから動物を選択。ゴブリンいるかな あった。よし、ね、ゴブリンズを指定しとく。じゃあ、これで、再開しよう。さあ、あそこのケージを誰かが持ってくのか。あっと、あいつ、運んでいったね。いや、そっちは違うと思うんだけどな。どこに行ったあれあ、あそこまさか。うわ、そうか、そこに持ってくか。なるほど。 いや、これすごいな。ゴブリン、そして鳥。そっか、そこに置いちゃうか。ということは、この場所からゴブリンを削除する。これを除外。こんな感じ。よっし、じゃあ、これでやってみようか。さあ、今度はどうなるか。誰か来るかなあ、運んでいる。よっし、いいぞ。さあ、あのゴブリンケージを、これからバラックに持ってきます。 うん、あれか。少し重たいかな。さあ、入ってきて。よし、置いた。やった。うわ、入ってるわ。マジか。さあ、これからこいつは軍隊の訓練相手になってもらおう。現在は1名が訓練中。そうか。どうしようか。残りメンバーを待とうかな。そう、現在スクワットがこんな感じで9人いますね。だから、なるべくまあ、 全員が集まってから、のケージを開けようかな。そうしよう。さあ、あのゴブリンは一体、どうなるのか。いや、これはすごいっすね。どうかな瞬殺かなあ、あとキャラバンが来た。そっか、じゃあ、アイテムを運ぶか。なんかあったかな宝石があるか。あと料理と、あ,あいつか、ゴブリン出す。 じゃあ、この鳥を売って、ゴブリン、あ、ゴブリン安いな。まあ、21ゴールドか。ああ、じゃあ、いいか。うん、まあ、多分あれは、ケージの材料の値段かもしれないですね。さあ、トレード品を運んでいる、ゴブリンは、あそこ。ええー、と、これは、ケージを開くにはどうすればいいんだろう。いや、これ、ゾーンの指定かな。うん、わかんないな。 このケージはどうすればやっぱゾーンかなペンを作ってそこにゴブリンを解放する。まあまずは軍隊がいないから、じゃあここに召集かけよう。さあ全員来るかなもっとまず1名。さあ残りのメンバーが、うん、ようやく見えましたね。お前ら遅いな。よし、揃ったかな さあ、全員武装している。そして、じゃあこのゴブリンを離すわけですが。やっぱりこれゾーンが分かりやすいですかね。こんな感じにしておいて。ここにゴブリンをアサインする。うん、牛がめちゃくちゃいますが、ゴブリンは、これか。じゃあ、これでいよいよ、ポーズ解除。さあ、どうなるおっと、あいつはなんだうわ、これ。 うわ、死体があるぞ。えー、死んでるなぁ。あーやっぱり、一瞬だったなぁ。ああ、一応ログが残っていますね。いやー、これ笑っちゃうよなぁ。ケージが開いたと思ったらもう次の瞬間には、もう死体と内臓が、ブワーってなって。まあ、という感じに、今回は捕まえたゴブリンを要塞内で放して、ね、兵士全員でタコ殴りにする回でした。いや、このゲームで、ね、深いですね。 もうマジで何でもできる。というわけで、もしよかったらまた次回も見に来てください。この動画が面白かったらぜひ、えー、チャンネル登録、そして高評価、よろしくお願いします。ではではまた次回の動画でお会いしましょう。うわ、ダメだ。笑っちゃうな。